米ホワイトハウスが対北制裁履行を強調し、韓国政府の南北協力構想に不満そうな気配を迂回的に示し、今後の政府の対応が注目される。米国の声放送によると、米ホワイトハウスの行為関係者は15日、米国は、 すべての国連加盟国が国連アンポリのべての関連決議を履行することを期待していると明らかにした。同関係者はまた、米国はトランプ大統領とキム・ジョンウン委員長が、最終的かつ完全に検証された北朝鮮の非核化に合意したシンガポール共同声明を完全に履行することに専念しているとし、 これは同盟国である韓国も全面的に支持した目標だと強調した。